感謝をするところで、ございます。そして先ほど前座で、試合を務めてくれました音楽のバスケットボール部でございますが、大学とほぼ同じ時期に、部ができまして、それ以降関西の強豪校として実績も上げてきているところでございますし、97年には全日本インカレで準優勝、そういう成績を残している伝統と実績のあるクラブ手前味噌でございますけれども、で、ございます。そういうその本学のバスケットボール部でございますけれども、そのご指導を長くいただいてました石川俊樹先生は、京都のそれこそバスケットボール協会の役職をですね、長きにわたって務めておられた先生でございます。ご存知の方多いと思いますけれども、日本で最初にバスケットボールのチームができたのはここ京都でございます。そういうことで、京都とバスケット、あるいは本学とバスケットボールの歴史というのは大変深いものがございます。そういう意味でもぜひ地元のハンナリーズ、これを本学挙げて精一杯応援したいというふうに思っているところでございます。今年の秋には念願の B リーグも始まります。ハンナリーズは B1 リーグということで大変嬉しく思ってますし、期待もしているところでございます。どうかこの機会を通じまして、子どもたちがバスケットに出会って、そして将来、B リーグで活躍するような選手に育ってくれること、そして本学のバスケットボール部の選手たちが、いずれハンナリーズで活躍するスター選手になってくれることを、記念いたしまして、合わせてハンナリーズのますますのご活躍、そして、B1 での初優勝というのを記念をいたしまして、挨拶とさせていただきたいというふうに思います。これからのハンナリーズの試合をどうぞお楽しみください。今日は本当にありがとうございました。大西副館長、ありがとうございました。それでは続いて本日のコートキーパーをご紹介します。本日のコートキーパーは京都産業大学バスケットボール部の皆さんです。続きまして本日のレフェリーをご紹介します。本日のレフェリーは自動物の武士上橋翔太、以上の3点によって行われます。そして本日のテーブルオフィシャルズは京都ハンナリーズテーブルオフィシャルズの皆さんです。
2015-2016 シーズンダークシェアライツビジネリングオフィシャルキャンペーン京都ハプニンスバーサスバンクシスから両チームロスターおよびスターティングファイブの紹介です。まずは本日の対戦チームバンクシャスナナンバー2川崎八郎ナンバー3松本潤ナンバー4伊藤八郎ナンバー3井口誠ナンバー4寺下君ナンバー5辻田健ナンバー10ミスに女子2それではスターティングファイブを紹介します。ナンバーゼロ、本田純平。ナンバーワン、鈴木達也。ナンバーフォー、ジュニアス・ヤシビ。ナンバーシックス、チャールズ・ナンバーシックスに、笠原大志。ヘッドコーチ、遠藤浩平。続きまして、我らが京都ハプニンス。
Yeah!
アダリスに2本のフリースローが当たります。上司様、ディープ
ことが語れます。京都カントリー
リチャード選手が入ります。ツーショット。
Thank you.
京都3号8番村上選手にブッシングのファウルを取りました。パーソナルファウル2つでチームファウル4つ目を取りました。小林さん3号4番アシリー選手になります。原選手を持ってキャボラティインカロー特番だ。
リチャード選手になります。
ストパフォーマーの登場です。本日のゲストは京都産業大学全学応援団吹奏楽部の皆さんです。演奏に参加した皆さんからのメッセージをご紹介いたしましょう。私たち全学応援団吹奏楽部は吹奏楽、マーチング、応援など幅広く活動しています。先輩後輩の距離も近く、楽器を演奏することが大好きな人がたくさん集まっています。演奏や応援活動を通じて、より多くの人に感動を与えられるように頑張りますので、よろしくお願いします。それでは参りましょう。京都産業大学全学応援団吹奏楽部スペシャルパフォーマンスです。
と盛大な拍手をお願いします。今日は一言でご紹介しましたターンオーバー前半で8、やはりコンセプト非常に多い数字になっております。このあたりどういう風に持っていくのか、後半はしっかりとディフェンスコールよろしくお願いします。
大一発。
ご協力です。アンダーソン。京都アンドリックス。
今日の勝負は菅山選手にゴールキックパワーがありました。サイドラインのミスター原選手の交代、ナンバー1菅生村上。
Yeah.
ディフェンスバック。ガラス番号23、リチャード選手にプッシングのファウルがありました。チームファウルは2つ目です。サイドライン からです。ハメル選手はジョンソン選手に入ります。京都ハンドリーグです。ディーファース、
コンサート
アナリスにカウントワンショットが当たられます。皆さん、ご注目、アザール選手。20歳のリチャード選手です。Deep Purple!
らしくお願いします。ラジオ店、アナリス、この勝負、見事勝利。
よろしくお願いします。今日もたくさんの応援ありがとうございました。初めてお父さんと試合をしたんですけども、すごい良い雰囲気で、楽しみができました。ありがとうございました。明日も引き続き奈良の試合なので、ぜひ会場に来ていただいて応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きましては京都ハタリーズ後援会主催本日のヒーローショーを発表いたします。本日のプレゼンターは京都ハタリーズ後援会伊藤森氏にお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆さん、大変大きなご声援をいただきまして、勝利することができました。また、首位をキープすることができました。誠にありがとうございます。また明日もですね、皆様からの熱いご声援をいただきまして連勝したいと思います。多くのご声援をいただきましてまたご来場いただきますようよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、本日のヒーロー賞を発表したいと思います。それではナンバーワンジョンソン。しましょう。